見るという動作の中に不安を表現するのに、田村さんは辺りをよく見ようとする千尋の眼差しに工夫を凝らしました。これぐらいの間があればいいと思うんですけど、どっか気になるところありますか？ちょっとゴシゴシしてるのが短いのかなとか、持ってきました。スタッフが描き上げた原画は全て宮崎さんと作画監督の2人でチェックしていきます。田村さんの原画を見た宮崎さんは、千尋が目をこする時の手の動きを問題にしました。田村さん自身気になっていた部分です。ここですぐこっち、こっち行ってでしょ、はい、力入らない。だからちょっと顔って逃げなさって歪むから、不安げに見るという仕草を描くには表情や眼差しだけでなく、目をこする手の動きや口元の歪みにも気を配らなければならないというのが宮崎さんの指摘です。宮崎さん自身も田村さんが描いてきた原画でさらにイメージを膨らませていきます。手のひらがさ、もうこれでいいのかな、内側結構ね、大胆にね、一回歪ましてみな、相当相当歪ましていく。手のひらがもっと前に、前側に行くかもしれません。こうやるか、こうやるかでしょ、はい、あんまりここが泣いてるみたいですか、ね、うん、いや、こすればこれ口を残す、ええ、千尋が不安げに辺りを見る。実際の映画ではわずか5秒間のシーンです。しかし目のこすり方一つを修正すると、首の振り方、腕の角度、服のシワまで全てが変わってしまいます。こういう運動のはずですから、田村さんは結局全面的に描き直すことになりました。このままやったら間違えるからね、相当ごまかしながら自分やってても分かるから、はい、あとはどうやったらこうくっついてる感じと、それでこう目をこすってる、こすってるだけじゃなくてかき回してるっていうね、そういう気分が出るんだろうっていうのをちょっとこれで勉強して、分かりました、はい、分かりました。はい、大変ですね。勉強ですね。ありがたいですね。完全に直した。全部やり直した。初めて原画を担当する田村さんと米林さんは、この作品のために社内試験で選ばれました。二人には大きな期待が寄せられています。難しいよっていう話で。もうこうやればいいじゃんなんては言えないね。アニメーターで直されるのが苦痛の一つのは向いてないですね。うん、直されない絵描きたいですけどね。だから珍しいことじゃない、全然。もっと、はい、そんなの引っ込まなくていいな。
そう、自分で吐くの。千尋が見るという動作を担当する田村さんは3日かけて18枚の原画を全て描き直しました。目をこすってよく見ようとする不安な気分。描き直しにあたって田村さんは目をこする手の動きを大きくし、また口元の歪みも強調しました。このために新たに9枚の原画を描き加えました。5秒間のシーンに結局27枚の原画が必要になりました。田村さんはさらに千尋が周囲をよく見ようと体を乗り出す動作を付け加えました。ところが一旦乗り出した体をすぐに戻してしまうという細部の動きが問題になりました。なんで体引くの？なんでこれ体引くの？だからこう乗り出した位置から戻るんですね。なんで戻すの？見えない時にさ、こうやってやる？だから後ろに下がってることによって、こうなってるから下がるだろうと思うのは田村の性格ならやんない。これ冗談じゃなくて本当絶対ね、はい、染みつく。驚くときに必ず身を引く人間と、驚くときにこうやって驚くのと全然違った人物なんでしょ、はい、で千尋別に積極的な人間じゃないけど、この時は一体何が起こってるんだろうと思ってるんだから、その時にこう体を反っちゃうと。この場合体を乗り出したまま目をこする方が不安な中でもしっかり見ようとする千尋の強い意志が感じられるというのが宮崎さんの指摘です。見るという行為をめぐる体全体の動きの中に登場人物の内面までもが現れます。原画スタッフがそこまで描ききって初めてアニメーションのキャラクターが生き生きと動き出すのです。一枚一枚の絵の中に凄まじいばかりの観察力が問われる原画という仕事。宮崎アニメの持つ躍動感や現実感はギリギリまで工夫を続ける描き手たちの格闘によって生み出されていきます。下ろしてるからこうやって埋めてるから、これ擦ってるところだね、前で擦ってるから、そこだけで成り立ってる感じで、はい、前からのカットの連続で考えてた、はい、わかりました。自分をどんだけ追い詰められるかってことも大事なことですから。映画の上映時間は予定では1時間50分。その中の数秒間に全ての体験を注ぎ込むアニメーターたち。一つの場面が終わると次のシーンでまた新たな感受性と技量が試されます。これもね、よくね、こういう邪魔なもん置かないで一番取りやすいところに紙を置かなきゃダメだよ。何で何が入ってるの？捨てなさい。僕は大量に紙を持ってて、どこで置く？これは何？捨てなさい。一本の線を書いては消し、消してはまた書く。毎日繰り返される作業の中で、アニメーションの命が吹き込まれていきます。